かソフトバンクホークス対オリックス。7番バッター近藤、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。森が掴んでスリーアウトです。バッターは DH グラシアル、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナー1塁です。ランナースタート、キャッチャー2塁送球する、セーフ、盗塁成功。ストライク、すぐに追い込みました。このチャンスの場面、空振り三振です。バッターボックスには3番森、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり押さえておきたいですね、はい、インサイド打ち上げました。ここは打ち上げています。外野フライ掴んでアウト、これで3。ソフトバンク打ちに打ちました。